生駒武史、嵐、梅谷真、栗、青山亮、平山、神谷玲子、水瀬美香。人気ライターの動画が見たいなら必勝本 WebTV 無料番組多数配信中。さらにスペシャル会員になれば攻略誌全7種の付録 DVD 動画が月々たった500円で見放題。必勝本で一発検索。はい、おはようございます、勝康成です、本日は、バーサスということで、こちら兵庫県の、PSA ビクトリースロット館さんにお邪魔しております。でまあ、企画としてはもうずっとねこのバーサスという番組いろいろなライターさんがやってらっしゃるんでもうご存知だと思いますけども、まあ、私勝康成と、ホールさんとの戦いバーサスということですね。で、ちょうど1ヶ月前にその健三さんが、こちらでバーサスの収録をされていた時に、必勝本のバズという取材企画が、入っていたんですね。で、僕の、まあ、今日もそのバズという取材が、行うらしいので割とその傾向は同じような感じでホールさんが仕掛けてくるんじゃないかなと僕は思っているんで、まあ、そこはちょっと前回の健三さんの、状況を参考にさせてもらおうと思います。で一応、僕が結果を、見た感じだと、まあ、ホールの中にその前代後設定のような機種がありそうな予感はしているのでちょっとその辺を視野に入れながら戦っていこうかなと思っています。まあ、もしくはあれですね、メインコーナー番長やバジリスク絆というところで、まあ、いわゆる設定6に近いようなそういった、良好台が取れるようであればそちらを攻めてもいいかなと、まあ、この2本立てどちらかの戦略を採用しようかなと思いますのでちょっとその辺を、意識しながらご覧いただけると面白いかなと思いますのでよろしくお願いします。おはようございます。で、常連のお客さんはメインコーナーに行った方がいいって言ってたんですけど僕この店わかんないんでちょっと一瞬お客さんが何取るか逆に見ようかなと。ああ、すごい絆いってる。で番長か。前回の健三さんの時は前理性だったかもしれないという話なんであまり変換は使えないと。ってことはちょっとね一旦この台取ります。基本的にちょっと今日は、まあ、おそらくあるであろうその前台高設定島みたいなのを狙っていこうと思ってて、でお客さんの客付き的にこの窓かつ今他2人のお客さんが取ってらっしゃるんで先にまずこれがあるかないか潰していこうかなと思うんで、まあ、そんなに深追いしないつもりで打とうかなと思います。今ちなみに他のお客さんでスロット魔法少女マドカマギカ2でいきなり前兆に行ってるんで、まあ、もしかしたら、この後チャンスゾーンが出てくるんだったら朝一のリセットで超広角に行ってらっしゃったのかもしれないですね。はい、じゃあ1台目、スロット魔法少女マドカマギカ2実戦開始しようと思います。で割と、まあ、時間勝負な感はあると思うんでそうだな、どれぐらいだろう、できれば1000ゲームぐらいでは押し引きの判断をしたいなとは朝一段階では思ってます。まあ個人的にこういうなんて言ったらいいのかな、その前代系があるようなホールさんで、まあ、実際にそんなに他の台まだまだ空き台がある状況で、立ち回るんだったらある程度その当たりのつけやすい機種を早めに順々に潰していくことが重要かなと思ってるんですね。で、スロット魔法少女マドカマギカ2の場合だったら目安としてはその1000ゲームぐらい回して、まあ、まずジャックチェリーの出現率がどれぐらいに落ち着くか、
まあ、目安としては2桁台の確率じゃなかったらもうそこで見切っちゃってもいいかなと。でまあ、もしくはそんなにサンプル、ね、取りづらいんであれですけど、まあ、定格の、スイカからのチャンスゾーンが確率以上に設定6の確率以上に引けてくるようだと粘ってもいいかなと。で逆にそうじゃなければやめちゃおうぐらいの気持ちで朝はちょっと今望んでます。スイカで8点。おお、はい、揃えちゃいましたけど、スイカからの紫7ビッグ、まあ、設定差はないけど、まあ良かったは良かったです。おお、びっくりした、むっちゃびっくりした。完全に揃わないと思ってたんで、まあこれはラッキーパンチ。まあ、一応ボーナスの、終了時のセリフは偶数しさ。これはもう完全にラッキーパンチと。これね、本当昔は得意だったんだけど、そう思ってるやつって苦手にねどんどんなってきちゃうんで、ホームランまで行きたい。あー残念。はい、で結局1回マイカクエストに入ってくれたけど、まあ、その後駆け抜けて終了と。でね、今あんまり良くないのがその ART 中と通常時合わせて今300ゲームぐらい回して、ジャクチェリーは2回しか落ちてないで、まだこの台300ゲームぐらいしか回してないんでむっちゃ早いですけど、他の台4台トータルでまだチャンスゾーン普通に通常時に入った台がないん で4台トータルで見たらもう総ゲーム数1500とか、まあ、1500はいってないか、1200とかぐらいにはなってるんで、ちょっとマドカが前傾の可能性は低いかなと思うんで、ちょっと二の矢を探します。一応、まあ、今日ホールさんに来る前に考えてた候補がこのスロット魔法少女マドカマイカ2と、あと他の4台設置機種の、AT-ART 機、まあ、これでいうと北斗ともですね、あと、まあ、スロット魔法少女マドカマイカの初代、あと、まあ、転生はちょっと6台になっちゃうんですけどワンチャン可能性はあるかなと。で、まあ、バジリスク2も4台機種なんだけどちょっとハイスペックだから前代系にはなりづらいかなと思ってて、割と一つの候補になりうるのがこのモンキーターン2、あと、まあ、サラバンもあるんですけど、あたりが僕の中での本命なんですよね。今言った機種群の中で自分で多少なりとも耕せそうな機種をちょっと耕したいんですけど、一応来る前はマドカ2の後に、まあ、北斗ともかサラバンかやろうかなと思ってたんですけど、トモとサラバンは一人でやるとマジでダメージでかいんで、さっきのモンキー2から行った方がいいんだろうな。まあ、どちらかというと、この台に、まあ、この台が設定6だろうと思って打つというよりはモンキーターン2を消すため消去法のための大選択って感じです。で、今この台、まあ、AT に当たっていなくって今195ゲームなんで、その仮にリセットがかかってたら、まあ、最大天井512になってるんで、まあ、そういったリセットの期待値も狙いつつ、まあ、ちょっと中身を台の設定の中身を反
設定カンパしていこうかなと。しかもね、隣がバジ3なのもいい、まあ、バジ3の挙動も見れるんでね。ということで、2代目モンキーターン2ちょっとまあ打っていこうかなと思います。まあ、まずは初当たりを引いて、それまでの間に、弱レアチャンスゾーンとかそういったいわゆる高設定挙動を確認できなければすぐにまた3代目に行こうかなとは頭の中では今考えてます。まあ、この演出で、負けて優出に行くのかなって感じですね。はい、で、まあ、今382ゲームというちょっと変なところで優出に行ってるんですけど、これ朝一のリセットかかった時はこういったいわゆるゾーン外のところでの優出あっても、朝一はリセットかかっても全然あるんで、そこではちょっとリセハンはできないはずです。また強チャンス目引くの？おお、今これいきなり2段階アップしたんで、これはいわゆる熱いやつ。あー、これは当たりましたね。はい、今これ4ゲーム目まで行ったんで、まあこれは確定ですね。いや大丈夫大丈夫、はい、よかった。窓ガから持ってきた出玉がちょうどなくなったところで SG ラッシュ。前日そもそもおそらく ART 中にやめてるのか、まあもう取り切ってゼロゲームでやめてるかみたいなグラフにはなってるんで、このやっぱり402ゲームで当たったっていうのは、リセットがかかってないと逆に起こりづらい現象かなということで、まあ多分その健三さんから聞いてたような感じで、まあ、店内ほとんどリセットはかかってるのかなとは今ので思えましたね。割とでかいですね、プラス30。まあまあ20でも十分だよ。これは負けたかも。あー、そうですね。で、ちょっと一回店内見ましょうか。これ花火とかやられてたら困っちゃうよ。今のところもう一人でそのすぐに設定が分かりやすそうな台、そういった機種は、まあ、あのスロット魔法少女マノカマギカ2とモンキーターンがその対象っていう感じだったんで、ここからさらに、自分で掘り出そうとすると結構ね、そのリスクを伴うんで、ここから先は結構慎重にやりたいんですよね。まあ、今ざっと1時間半ぐらいいて、そういったまあ塊でありそうな前代高設定でもおかしくないような機種っていうのは全然見えてないんですけど、サラバンってどうなんだろうな。あ、でも159で当たってるってなると、霊薬解除じゃなかったとしたら据え置きってことになっちゃうから、そうっすね、まだちょっと何とも言えないか。ちなみに今なんかもう常連のもうかなりうまそうな方たちが話しかけてくれたんですけど、番長3は金閣寺、あの設定後でものすごく出やすい演出が出てるらしいんで、まあ、設定は使ってるのは間違いないと思うんですよね。で、前回の結果見てると、まあ、番長3には設定を高設定どれぐらいだっけ、10台中4台だったかなぐらい使っていて、で、まあ、塊、まあ、そういった前代高設定みたいな機種もあるよっていうふうに僕には見えたんで、多分次打つなら北斗ともなんですけど、北斗ともって本当その設定カンパで
ちょっと難しくなっちゃうのが、いや設定ガンバできる台だと思うんですよ。なんだけど、まあとにかくハサ当たり引かないと、まあその、AT 終了後の、モード降格移行率が一番大きいんで、そのいきなりねハサ当たり引けなくって線はまられちゃうのが一番怖いんで、ちょっとね消去法で消すために飛び込むのは怖いんですよね。絆はどうだろうな。まあ朝一なんでまだ絆だと1時間半ぐらいじゃ何にも分かんないじゃ分かんないんですけど、あの、手慣れた感じで打ってらっしゃる左にのお客さんの台が、まあ初当たりも取れてて出玉も単純に伸びてるんで、その良さそうなあのお客さんの台がやっぱりその前日前々日他の台に比べてそこまで回数がついてないんで、朝一に言ってたようなその前日好調台据え置きみたいな癖はこのホールにはやっぱりないのかなとは思いますね。はい、でちょっといろいろ考えたんですけど、いわゆるその前代劇種、まあ、やってくるなら多分その見栄え的にも4大機種か6大機種ぐらいかなと僕は思ってるんですけど、で今店内見てる感じだと可能性が残ってるのがサラバン、北斗ともあと隣のバジ3で、まあ、このモンキー2は僕の大次第みたいな、そんな感じなんですよね。でサラバンに関してはちょっとちゃんと見てないんですけど、レア役会場じゃないと朝一のハズ当たりがリセットかかってない可能性がある台が複数あるんで、ちょっと置いておいて、あと残ってる北斗友と、バジ3で、バジ3は今この台を打ってたらちょっと挙動を僕が見れるんで、で、モンキーに関しては今のところ良くも悪くもないんで、もうちょっとモンキーを打ちつつ、まあ、バジ3のお客さんの挙動もチラチラ見ながら、その2機種が違うんだったら北斗とも攻めるみたいな作戦でいこうかなと思います。で、モンキー2の設定カンパ、ここからちょっと重要になってくるのは、まあ、まずは設定6って384のところで当たりやすくはなっているんで、まずはその384で当たってくれるかどうか、あとは、最初から言ってるようなその弱レアチャンスゾーンと、AT に入ってくれた時に、まあ、シナリオですね、特殊シナリオは高設定ほど行きやすいので、まあ、そういった挙動を短時間で確認できればまだ終えるかなと。このストーリーで当たってくれれば、ボートからの懲罰チャレンジになりますね。まあ、あのゲーム数的に優出モードに行く可能性もありますけど、どっちかな。ああ優出モードの方ですね。むこのびっくりマーク5つでの外れ目は強かったと思うよ。はい、あこれ相当期待できる。おおよかった、青島さんなんで確定ですね。やめなくてよかったやりました。いや本当よかった。いや悩んでよかった。そうですね、頼む。ああ変な声出た。で一応、今のところでこの台の、挙動をちょっとまとめておくと、まあ、ゲーム数解除にしては、まあ、ちょっとね天国にまだ行っていないのであんまり良くはないと。ただそれ初当たりまだ2回しか取ってないんで何とも言えないですけど、で、
レア役の出現率に関しては、まあ、もう全部まとめて言ってしまうと大体その高設定域ではあると。で、弱レアからのチャンスゾーンは確認できてないんだけど、まあ、AT 中そのセット数継続をしてくれることが多いんで、まあ、僕の今の段階での予想だと偶数設定なのかなと思ってます。であとはその偶数かつ高設定挙動みたいなのがこの後確認できれば当然続行すると。ちょっと弱いなと、まあ、例えばこの後、ゲーム2で384超えちゃうとか何かその弱い挙動が続くようだと、まあ、モンキー2は諦めようかなっていう感じですね。まあそうですね、これはきついな。まあ、今、当選ゲーム数がこんな感じで、まあ、400にこれリセットだとして、で次が191で今38を抜けたと。まあもうさすがにいいところがないんで、ちょっとモンキー2をこのまま攻めるのはもうちょっと無謀ですね。いやもう変な話、隣のバジ3がむっちゃ挙動がいいんでバジ3をやるのは全然ありなんですけど、そのちょっと後ろのバジ2を見てみると今、お客さんが打ってらっしゃる台こっち側も良かったりするんで、ちょっとね、なんて言っていいか、1台だけいい状況だとそのキシオール狙いみたいな感じでちょっと動きづらいんですよね。ただ僕の中でですけど今のところ候補はバジ3か北斗ともが強いかなと思ってるんで、そのもう一台北斗ともの方は初当たりは取れてきてると。このサラバン朝一172ゲームなんですけど、これちらっと見た感じなんで確定じゃないですけどレア役で当たってたっぽかったんですよね。で、その後天国への移行までの回数が、まあ、2回で今は、3回行ってないみたいな感じなのかな。なのでそんなに挙動的には悪くないかなっていう台は一応今空き台にはなってますね。絆もな、もう1台明確にこれあるよみたいになってるからな。だまあ大体もうそのこのホールさんの設定配分みたいなものは、まあ、メインコーナーでは複数当たり台って言ったらいいですか、設定5とか6とかそれぐらいのやつが複数あるんだろうと。で、他のその4台島6台島にも、各機種1台ぐらいは今のところよく見える台があるんで、なんとなくそんな入れ方をしているのかなと。でここまで入ってってそうな雰囲気を感じるってことは、仮にその前回みたいに前台系があるんだとしたらやっぱ台数そこまで多くない機種だと思うんですよね。まあサラバン、ホグドトンボ、バジ3という自分の予想は多分そんなにずれてないと思うんですけど、その3択が難しい本当に難しいですね。ちょっと考えてみましょう。花火の可能性もなあるからな。まあ、花火全体的に見た時の合算はいいですよね。だいたい135とかそれぐらいで着地するかな、4台合算平均したら。多分ね、店長さんはもうこの番長3に使ってるのは間違いないんで、でここに設定入れてるんだったら本当にこの島に、まあ、要は北斗と思って番長3の横にあるじゃないですか。今それがちょっと不安になって、じゃあその番長3にも設定ログがあります、北斗ともにもその前代高設定ですみたいな風にすると店の見え方のバランスが悪いかなって思ったんですよね。で逆になんか番長3に設定使ってるんだから
同系機種のサラバンが対象ってことも多分ないと思うんだよな。そっちの方が北斗智也よりはないと思うから、やっぱあり得るとしたらここが一番あり得ると思うんですけど、この番長3がない島、でもモンキーは絶対違う。だからそういう風に考えてもマジでバジ3がすごい気になっちゃうんですよね。もうちょっと誰かに回してほしい。朝から打たれてるお客さんの台がいいのはもう間違いないんで、いやもう絶対北斗友かバジ3だと思うんだけど、いや北斗友にしましょう。もうここはあとは直感。じゃあ3代目ですね、本日3代目の北斗友いきます。これはちょっと復活の目がなさそうだな。なんだかんだで北斗友でしょって思ったんだけど違うの。いやね、こんなに子役が引けないと思わなかったんですよね。今600ゲームで8回なんで、霊役がちょっと本当申し訳ないですけど、もう一周付き合ってもらっていいですか。もうでもあの台あるんだよな。いや困ったな。花火もいいんですよね。まあでも花火、でもここのホールさんノーマルも使うからな。いや弱りましたね、本当に弱った。どうすんのこれ。救いはまだ今日投資がそこまで加算でないんですよね。今トータル1万6000円なんで、残り時間考えて最後ワンチャンずっと気になってちょっとバジ3に移動しようかなと思います。じゃあはい、おそらく本日最後の台になるであろうバジ3、ちょっともう本当最後の希望をここに託そうと思います。その設定カンパの時に、重要になってくることを、まあ、基本的にはやっぱりジャックチェリーの出現率が重要かなと、まあ、これですね、この、チェリーが止まって右リールに、中段にベルで、あとは、まあ、単純にその広角ではないところからの、チャンスゾーンの当選率になりますかね。でこれは、おそらくジャックチェリーの前に引いた巻物で周期到達したと。で、まあ、あの前任者の方が降格状態でやめていたら降格なんでしょうけど、おそらくそんなことはないと思うんで、まあ、もしここで、総任チャレンジが出てきてくれるんだったら設定差のある要素ということになりますね。いいよ、弱チェリーは落ちる。あ、強い、赤文字はそれだけで強い。あー、これはチャンスゾーンゲットですね、多分。やりました。まあこれでチャンスゾーンですね。おそらく今定格のところでの周期到達でチャンスゾーンなんで、これはいい挙動で、今巻物引いてるんで昇格してくれてると、あ、すいません今の巻物であの BC が当たってたんですね。もう一度お会いしとうございます。はい、セリフは通常でしたが83ゲーム、バジリスクチャンスです。でさっき、総任チャレンジの前兆中にDC を引いてしまったんで、今からもう一度出てきます。行ってまいります。あやつの不可思議な創造400年のこの怨念、今こそ。はい、これでチャンスゾーンですね。で、本前兆中に BC 引いてたんで昇格してくれてる可能性も。昇格はないと。ま
いやー、引きが足りてない。よし、リプレイ引こう。マジで一回も引けない。いや、これは無理。まあ、さすがに一人じゃ無理っすよ。強チェリー、もうおそらく降格は落ちてたと思うんですけどね。はい、まあ、強チェリーって 100% で周期到達するんで、広角での周期到達だったら必ずチャンスゾーンが出てくるので、やはりさっきのはもう広角は終わっていた状態で引いた強チェリーだったと。なので今、広角ではないところの周期が 2-1 でチャンスゾーンが出ているという状況になりましたね。で、まあ、大体設定6で、まあ、その 50% ぐらい、チャンスゾーンが出てれば問題ないっていう感じなんで、まあ、今のところはそんなに問題はないかなと。いいよ。一応またチャンスベルで、周期に到達してくれたと思うんで、まあ、これもおそらく降格ではないでしょう。できればここは外したくない。ちょっと弱いぞ。おお、弱いと思ったら一応チャンスパターン。攻撃しよう。よしよし。いやー、そうか。おお、びっくりした。強チェリーか。これね、弱チェリーだったらまあ、この後 BC 出てくると思うんで、弱チェリーだったらものすごい設定差があったんですけど、よしよし、まあ、ちょうど出玉がなくなりつつあるところだったんで良かったです。狙ってくださいまし。もはや後へは引けない。テンパイオンは普通。まあ、とりあえずもう周期は来ますね。で、今はもう間違いなく降格ではないんで、これも、サンプルに入れれると。これは外れそう。いや、ちょっと今の外れたのはこれで、周期が 4-1 になっちゃったんで、結構危険水域ですね。さあ、5回目の周期チャレンジ。ここ外すようだともうちょっといよいよ無理ですね。おお、よかった。ギリギリ土俵際で踏ん張ってくれた。とりあえず1個はリプレイ引いたよ。ああ、よしよし。明け切りじゃないですね、かげろうですね、味方ですもんね。
よかった。レア役ですね。最高の展開。あ、これで継続と。残念ながら同術チャンスはもらえず。まあまあ単発よりはよっぽどマシですね。おお、まさか天然を一発で倒すとは。まあこれはしょうがない。ちょっとね、3セットまで続いてくれたのはいいんですけど、純増がねちょっと足りてないですね。よし、待っておれ、高賀者。まあこの、周期到達はもしかしたらもうちょっとチャンスベルの直前にジャックチェリーを引いてたんで降格の可能性がありますね。なのでチャンスゾーンが出てきても、なんだろう、サンプルには入れられないと。危ないや、覚悟せい。はい、48ゲーム。いいよ、早い。おお素晴らしい。おお素晴らしい。死にたい者は誰じゃ、思い知り。おお確定ですね。いやーよかった。65ゲームと。復活もなしと。いやー残念で、今のところ、ジャックチェリーが 59.3、まあ、設定6よりいいぐらいですね。で、周期の部分が降格を除くと 5-2 で、もしかしたら 6-3 かもみたいな感じなんで、そんなにやめる要素はないかなと。まあ一応今日打った中では今のところはこの台が一番やっぱ高設定の可能性を感じるかな。お、ボーナス。あーボーナスでしたね。でただここで揃えちゃうとセリフが聞けないんで、いやこの確定画面で揃えないとこの、ボーナスを入賞させた時の設定差のあるセリフが聞けないんですよね。狙ってくださいまし、もう一度お会いしとうございます。うん、残念ながら通常のセリフ。まあまあ一応104ゲームで巻物からの BC です。
まあ時間的にも、次の周期でチャンスオンが出てくれるんだったら、まあ基本的なこの台上はあったのかなっていう結論になって、入らないんだったらちょっとそうとは言えないかなっていう感じですかね。やっぱりバジ3で、まあ設定6とは言わずとも高設定だというためには、そのBC 入賞時のセリフ、特定セリフとか、あとはまあ弱チェからの BC、そういった設定差の大きい要素が聞けないと高設定とはちょっと言いたくないですよね。よし、強チェリーが引けたんで、これで周期は到達したと。で、まあ、あとはここでチャンスゾーン出てくるかどうかで、まあ、この台の中身のことは考えようかなって感じですね。ここでまさかのレア役と。ジョウスケ殿。ああ、なるほど。最初の強チェリーは外したんだけど、その後に引いたチャンスベルで、チャンスゾーンに当選してたと。ということで、サンプル的には7の3になりました。はい、まあ多分本日最後のチャンスゾーン、残念。はい、ってことで、まあ時間的にもね、キリがいいんで、ちょっと一旦今日はここで実戦は終了しようと思います。ちょっと最後に店内だけ見ようかなと思います。いや、これざっくり言って、63回総任当たってるから、1回あたり35ゲームぐらいなんですよね。要は ART がここで ART2200ゲームやってて、同時チャンスが20ゲームなんで、200ゲーム、トータルで ART が2500ゲームぐらいってことは、まあ、そういう技術から引いて3000ゲームぐらい通常時を回しているということになるんですよね。あー、でもそっか、だから通常時が3000で、総任チャレンジが16回しか出てないような感じなんで、ちょっと足りないんですね。まあ、あのボーナス ART 中にボーナス引いたりすると、その準備状態が長くなるんで、実質的には多分2800、通常時2800分の16回ぐらいになると思うんで、まあちょっと6っていうには総任チャレンジがちょっと足りてないのかもしれないですね。このグラフ的にはすごく割と綺麗になってるんですけど、多分前任者のお客さんも朝からずっと頑張ってて、6ではない何かと思ってやめたのかなって感じはしますかね。ってなると、じゃあ何、バジ3も違うってなったらちょっともう分かんないよ。いや、やっぱ花火が怪しいんだよな。まあ明らかにね、番長、まあそうっすね、今日だからあんまり前代系の騎手を狙うよりも、まずストレートに番長狙っといた方が良かったかもしれないですね。常連のお客さんもそう言ってましたし、やっぱちゃんと設定使っているのは伝わってくるんで。あ、でもこのおきどき一撃じゃなく一応4000枚ぐらい出てるんですね。そうっすね、割となんとかなるような状況だったのかな。はい、お疲れ様です。いやー、実戦終了しました。もうね、結果はもう多分皆さんご存知だと思いますが、一応言っておくと、投資が1150枚で、回収が17枚ということで1133枚のマイナスでした。で、ただ一応ホールさんの方にいろいろとご質問はできるということなので、ちょっとその今後につながるようなご質問をさせてもらおうかなと思います。
で、まず最初が、まあ、これ前回も、健三さんしてましたけど、番長の設定配分ですね。もうここはおそらく設定6なんだろうなっていう台も見受けられますし、まあ、あと1台ちょっと常連のお客さんが金閣寺出たっていうことも言ってたんで、まあかなり使ってるのは間違いないだろうと思うので、ちょっとここの配分をざっくりでもいいので教えてください。で次、まあ、今日ね本当僕がこだわって探してた前台系なんですけど、なんですかねいや今のところまあちょっと今エンディング撮る前にちょっと見た感じだと、僕の中では花火かなと思ってます。で大体今4台の合算が130分の1ぐらい、まあ、ちょっと135ぐらいかなになってるんで、まあ、可能性としては花火が強いのかなと。でただどうなんだろうな、まあ、花火以外の候補もあるといえばありますし、ちょっと本当に花火ですかっていうところをちょっとねお願いします。であと、ちょっと単品で気になったところで、バジ3の261番台、まあ、僕がそのバジ3を打つきっかけにした台ですね、とあと、絆、バジ絆の右角133番台と、バジ2の236番台、ちょうどこのバジシリーズ全部に当たり台のようなものが見えてたんで、もしかしたら何かそのシリーズに関連付けてかどうか分からないですけど、こういったところ単品で使われてるのかなと思ったので、ちょっとそこは確認させていただきたかったです。まあ、というわけでちょっとまあ今回はね本当個人的にもすごい残念な結果になっちゃいましたけど、また次があればちょっとその機会の時にはリベンジしようと思いますんで、ぜひまたその時はよろしくお願いします。それではさよなら。